はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は結構ご要望いただいておりましたマリナーズ菊池雄星選手について話していこうと思いますが、今季が一応マリナーズとの契約最終年の菊池選手、若手中心のマリナーズにあって、菊池選手の年俸は決して安くはないのですが、初めの2年間はいずれも防御率が5点台。正直年俸に見合っているかと聞かれると見合ってはいないパフォーマンスだと思いますし、昨年シーズン中に菊池選手について取り上げた際には不良再建だというコメントも結構あった印象です。その批判自体は間違ったものではないと思いますが、ただチームとしてはこれからやってくる勝負期の中心的な存在として期待して菊池選手と契約を結んでいますし、昨年ボール自体は見違えるほど良くなってはいたので、開幕前にブレイク候補について取り上げた動画にも今度こそ頼むという願いも込めてブレイク候補として私も菊池選手の名前を挙げました。個人的には3年連続3回目です。どうにか分かりやすくいい1年を送ってほしいと思っていましたが、するといや菊池選手ついにブレイクと言えるような年がやってきたんじゃないですかね。見ていきましょう。今季の菊池選手の成績ご覧の通りです。6月18日のレイズ戦の先発までの成績ですが、13先発でクオリティスタート10回、防御率が 3.46、 イニング数とほぼ同数の奪三振を記録し、被打率が1割9分8厘と2割を切っています。2年連続防御率が5点台だったピッチャーとしては目覚ましい進歩を遂げたと言っていいでしょう。そして圧巻なのが4月29日以降の直近9先発で、この間菊池選手がクオリティスタートに失敗したのはわずかに1回、しかもこの1回は打球が膝に直撃して不運な形で負傷降板した試合でしたので、内容としてはほぼ全試合クオリティスタートを全ての登板で試合をしっかり作り、チームに勝つチャンスを与えたと断言していいと思っています。防御率は 2.53、 シーズン全体でも被打率が2割切っていますが、この9先発では被打率1割7分3厘、びっくりするくらい打たれていませんね。ここ最近の菊池選手についてはまあ6回7回ぐらいを1点か2点ぐらいにまとめてくれるだろうなという安心感すらありますし、安定感が素晴らしいですよね。今季のここまでの菊池選手はマリナーズのエースとも言ってもいい成績を残しています。投球回、防御率、奪三振はいずれもチームトップの成績ですし、先ほどもここのところほぼほぼクオリティスタートしている話はしましたが、シーズン全体で見ても5回未満で降板した試合は13試合中わずかに2試合、マルコ・ゴンザレス、ジェームス・パクストンなど先発陣の主要メンバーに結構故障者が発生したり、また昨年ブレイクしたはずのジャスタス・シェフィールドがめちゃくちゃ不安定だったりと誤算の多い先発陣ですが、そんな中で菊池選手のステップアップは非常に大きいですよね。どんなチーム相手でも堂々としたピッチングをしてくれますし、特にそれが顕著だったのが5月11日の昨年のワールドチャンピオンドジャース相手の先発で、この試合は敵地での試合でしたが、7回途中3失点11奪三振、ついに我々マリナーズファンが待ち望んでいたエース菊池雄星がやってきたなと実感した試合でした。唯一内容の割に勝ち星にだけ恵まれませんが、まあこれはブルペンが彼の勝ち星を消してしまったりですとか、打線の援護がなかったりですとか、まあ正直彼がコントロールできない要因によるものなので、ここはそのうちついてくるんじゃないかと思っています。今季の菊池選手の好調について簡単にいくつか個人的に考えている要因を見ていきたいと思いますが、まず分かりやすくランナーを出さなくなりましたよね。1イニングあたりのランナーを示す WHIP は昨年 1.30 でしたが、今季は 1.04、 激減です。ヒットとフォアボール両方とも下がっていまして、9イニングあたりのフォアボールが昨年 3.8 個だったものが今季は 2.9 個、ヒットについては 7.9 本だったものが今季は 6.5 本となっています。菊池選手は昨年フォーム改造を行って、そのおかげでスピードは増しましたが、フォームの再現性に課題が残っていたのか、制球に苦しむ場面がたびたびありまして、そのせいで序盤はサクサク抑えても3回4回あたりにランナーを貯めてしまって、甘く入ったところをタイムリーで何点か失ってしまうというシーンも多かった印象があります。これが防御率を下げる上でのハードルとなっていたと思いますが、今季はフォームを1年目に近いような形、右足を上げてから少しためを作るようなフォームに戻したおかげか、制球に苦しむという場面はかなり減りましたし、一方で球威については昨年と近い水準を維持していますので、ゾーン内で勝負しながら力で押し切れている感じです。そもそもランナーを出さなくなったので、当たり前ですが失点にもつながりにくくなったんじゃないかと。唯一ホームランが増えているのが少々気になりはしますが、ランナーを抱える場面が多くはないので、打たれてもソロホームランと致命傷にはなっていません。また全体のヒット数が減ってホームランが増えたということは、見た目のヒット数以上にランナーを抱えた状況での投球が減ったことにもなりますが、フォアボールの減少も含めて球数を低く抑えることができ、結果として長いイニング投げられるようになったという点にもつながっていそうですね。2つ目はカウント管理の面ですね。制球に苦しむ場面が減った影響もありそうですが、以前よりも菊池選手より投手に有利なカウントで勝負できるようになったと思います。
マリナーズのピート・ウッドワース投手コーチは先日のレイズ戦後に地元メディアに対して菊池選手のフォーシームの成長を褒めつつ、アグレッシブにストライクゾーンを攻め有利なカウントで勝負できている点や菊池選手の精神的な成長についても好意的なコメントを残していましたが、実際ウッドワースコーチのコメントの通り菊池選手カウントの面で有利に立っていまして、投手有利なカウントに持ち込んだ割合が昨年 32.5% だったところ今季は 40.9%、 割合としてかなり上げることができていますし、菊池選手が有利なカウントに立った際の非 OPS はわずかに3割6分8厘しかないので、有利なカウントを作れていることが菊池選手の成功を支えているのは間違いなさそうですね。まあ、冷静に考えて菊池選手の平均球速今フォーシームで 95.6 マイルあるんですが、左投手でこのスピードをアベレージで出せる先発投手なんて MLB といえどそうそういないわけですよ。先ほども触れましたが、ある程度ゾーン近辺に投げてしまえばもうそれだけで押し切れるというのはあるんでしょうね。そこに気づけた自分の素晴らしい速球に対する自信を持てたというのもきっと良い影響があったんでしょう。で最後はまあこれはどれだけ影響あるか微妙な気もするので、あそういう傾向があるのかぐらいに思ってほしいんですけれども、菊池選手三遊間方向へやたらゴロを量産しています。菊池選手のゴロ率自体は昨年とそんなに変わらないのですが、ゴロのうち三遊間方向に飛んだ割合がなぜか10ポイントぐらい上がっているんですよね。でこのうちヒットになった割合は昨年と比べてなぜか下がっていると、なんとも不思議なスタッツとなっております。マリナーズの三遊間といえばチームの中では守備面で割と頼れる2人、ショートは昨年ゴールドグラブ賞を受賞した J.P. クロフォード、サードはこちらもゴールドグラブ賞受賞経験があるカイル・シーガーが守っていまして、クロフォードは今季守備防御点が MLB 4位、シーガーも UZR では一応プラスにはなっているので、2人とも今季の守備が悪いわけではない、どちらかといえばいい方なので、意図的なのかは分かりませんが、ゴロを打たせるのであれば、三遊間方向の方がアウトになる確率は確かに上がりそうではあります。菊池選手は今季ホームランを除いたインプレー時の打率である BABIP が2割2分6厘と昨年まで3割ぐらいあったことを考えますとかなり下がっているんですけれども、これが単に運によるものなのか、はたまた三遊間に打たせているおかげなのか、どちらかは分かりませんが、昨年よりもインプレー時にきっちりアウトになっていることが防御率を下げるのに寄与していることはこれは間違いなく言えそうです。この三遊間方向に打たせているのが意図的なのかどうか、どなたかですね、菊池選手ご本人に聞いていただきたいですね。ということでこの辺が今季の菊池選手の成功につながっているんじゃないかなと個人的に思っているポイントですが、今やエース級の活躍を見せている菊池選手、こうなってくると気になるのはマリナーズが今後も彼を残すのかという点です。菊池選手のマリナーズとの契約はかなりユニークなものとなっています。まず冒頭で契約最終年に1応とつけたのは確かに当初の3年契約としては最終年ではあるんですが、契約にオプションがついていまして、マリナーズは今季終了後に菊池選手と4年総額6600万ドルと再契約できる選択肢があります。このオプションをチーム側が破棄した場合、今度は菊池選手側にマリナーズと1年1300万ドルで再契約できる選択肢が発生しまして、これも菊池選手が破棄した場合に初めて FA となる仕組みになっています。つまり最終年とは言っても実際のところは最終年じゃないみたいなところがあるという、まあ、なかなかややこしい契約になっているんですね。昨年までの菊池選手であればクラブオプションを行使する可能性はほぼなかったでしょうから、菊池選手側がプレイヤーオプションを行使して残留するという展開が濃厚でしたが、今季の成長を見るにマリナーズがクラブオプションを行使するのもありえない話でもなくなってきました。オプション行使の可能性について次から考えてみましょう。まず年数金額が妥当かと判断するため、菊池選手のクラブオプションと近い年数金額総額で契約した近年の FA の先発投手を見ていきます。契約の規模感としては18年オフのイバルディが一番近く、直近シーズンのパフォーマンスや実績面も決してずば抜けているわけでもない点で菊池選手と近い部分も多いですが、一方で菊池選手は来年が31歳のシーズンであるのに対し、イバルディがレッドソックスとこの4年契約を結んだのは29歳のシーズンからと2歳若い点は考慮が必要でしょう。続いて19年オフの左腕2人、ブルージェイズと契約したリュヒョンジンは実績もあり、また何より FA の年の成績がずば抜けていますし、カイケルは多少成績が落ちますが元サイヤング賞左腕とこちらも実績は十分です。この2人と比べますと菊池選手は年齢の面では分がありますが、実績面でかなりの差がある印象です。イバルディよりも契約開始時の年齢が2つ上で、かつリュヒョンジンやカイケルよりも実績で劣ると考えると、この3人と単純に比較した場合には菊池選手の4年総額6600万ドルのオプションはまだ少し高いのかなという印象は拭えません。ただ高いと断定する前に今の球界をめぐる環境やマリナーズのチーム事情についても考慮する必要があるでしょう。
まず環境の変化ですが、 MLB は来年からロースターに登録できるピッチャーの人数を13人に制限する方針であることがすでに報道されています。このルール変更自体は2020年にすでに行われていますが、コロナの影響で適用が延期となっていましたので、ついに実行に移すようですね。さらに USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は、将来的にこの13人からも減る可能性を報道していまして、今以上にブルペンの使用が制限される可能性もあると考えていいでしょう。となると長いイニングを投げることができる先発投手はこれから今以上に貴重な存在となるわけですが、今季の菊池選手は1先発あたり平均 6.2 回、これは規定投球回に到達した選手63人のうち11位に相当する成績です。先発投手の平均イニング数が近年どんどん下がっている中で、菊池選手は今や MLB でも有数の長いイニングを投げることができる先発投手になりました。もちろんマリナーズは6人ローテを採用していますので、その恩恵も受けていると思われますが、今後菊池選手のような存在、長いイニングを投げられる先発投手は市場の中でも人気が出てくる可能性は大いにあるでしょうし、シーズンを戦う上でも重要度がより増してくる可能性もあるでしょう。次にマリナーズのチーム事情ですね。マリナーズは一応来年からが本格的な勝負期と見ているようですが、補強必須のポジションめちゃくちゃ多いです。そうです、打線の皆様を見ながら今話していますよ。近年 FA 補強などをかなりケチってきたので、金銭面ではマリナーズ余裕はあるんですけれども、無限に補強費があるわけでもないので、お金をかけるべきところにはかけ、内部で賄える部分は極力賄いたいところです。ただ先発陣ゴンザレスやフレクセンはそれなりに計算できるでしょうが、昨年ブレイクしたはずのシェフィールドは今季成長曲線を逆走していますし、ジャスティン・ダーンも良くはなりましたが、まだまだその日投げてみないとわからない感じなので、計算できるとは言い難い。昨年のドラ1エマーソン・ハンコックや一昨年のドラ1ジョージ・カービーらトッププロスペクトたちも来年のどこかで昇格してくる可能性はあるかもしれませんが、開幕からメジャーのローテを守るのはほぼゼロだと思っていますので、来季開幕時点でのチーム内部の選択肢、プレーオフを目指すチームのローテというクオリティも加味して、選択肢が多くはない以上、菊池選手を残さないという選択肢は多分ないです。そんな余裕このチームにないはずです。こういった事情も考慮しますと、オプション行使でも全然 OK な気もしてきました。確かに近年の FA 市場で見たときに、菊池選手の年齢、実績もろもろだとまだ少し高い感じは否めませんが、これから長いイニングを投げられる先発の重要度がおそらく増してくるであろう点と、マリナーズが来季菊池選手を他の選手で代替することも難しそうという点も含めれば、確実にチームに残すことができるオプションを行使し、他の補強に専念するのもそんなにおかしい話でもないと思いましたね。希望としては、これは私が Twitter でフォローしている方もおっしゃっていましたが、オプションを行使せず3年総額5000万ドルぐらいの契約、クラブオプションとプレイヤーオプションの中間卓くらいの規模感の契約で再契約みたいな展開に持ち込めるのがチームとしては一番いいでしょうが、ただチームとして避けなければならないのは菊池選手の流出だと思いますので、それだけは起きないようディポと GM にはうまいことコンオフ動いてもらえるといいですね。もちろん菊池選手、今季残りまだ17先発ぐらい出番がありそうですが、直近9先発をさらに上回る圧巻のパフォーマンスを見せていただき、いやもうクラブオプション行使する以外の選択肢がないでしょうぐらいの状態に持ってきてくれるのが個人的には一番嬉しいですので、中盤戦以降の菊池選手の活躍にも期待しましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。